来た。太陽ライン、何するんだろう。王子様が二人育って待ってるじゃん。おはようございます。おはようございます。すごい髪型。くまちゃんなんです。くまちゃんなんですか。はい、はい、緊張してる。うん、珍しくない男子で待つの、うん、そう、仲いいもん、地味に仲いいからね。わかる。楽しもう。それだけです。ありがとうございます。行く？サスケさん行きましょうか。本日の司令塔おしゃれやぞ。何が？サスケセンスあるわ。サスケくんが選んだの？そうだよ。まゆちゃん来なかったのかな。ね、3人でしたね。うん、うん、おはよう。おはよう。おはよう。え、早くない？いや、今日私途中で抜けちゃうからさ、作業進めなきゃなと思って。え、今日ユリホンだけ？いや、私は夜までいるんだけど、一応リーダーだしちょっと進みまずいなと思って早めに来とこうと思って。頑張っていこうね。頑張ろう頑張ろう。今日頑張ろう。じゃあ着替えてくる。いってらっしゃい。待ってます。結構意外といいかも。え、結構いいね。え、まゆちゃん。ん？え、なに？いや、太陽ライン行かなくてよかったの。うんうんうん、それはね、ちょっと行きたいなって気持ちはあったけど。そうだよね。そう、行きたいなとは思ったけど、うん、でもなんか、ちょっと違うかなと思って。そういう時も大事じゃないですか、多分。すごっ。あー、菜の花だ。スキップしや、スキップ。こんな感じ。手がね、手がね、ね。サスケの場合こうやから。せんよ。わしゃー。やってましたね。それはやってた、それはやってた。ゆな似合うぞ、この花。どうぞ。行こう。あ、いいじゃない。いいじゃん。一枚嫌なんだけど、なんか一人。あ、いいですね。アイドルの撮影会みたい。下手くそセンスの。あ、ここなんですね。え、30分前。あ、物語があったのね。おはよう。おはよう。じゃじゃん。え、何それ。飲める？コーヒー？ブラック。ブラック大丈夫。本当？大人やな。ごめんよ、早く呼び出して。いやいや、僕もちょっとね、話しとかないかなと思って。うん。うん。まあ、サスケの中で、まあいろいろその感情がね、いろんな場面で動くんやろうけど、ここでこのタイミングで太陽ラインを使って、その相手がなんで言うのは何かなって、そう、そこが気になったかな。なるほどね。相談というかね、今日は協力してもらいたいな。なんでやねん。あのね、いや、でまあ聞いて聞いて聞いて。いいよいいよいいよ。まあ今日、うん、ユナを誘った理由は、うん、楽しんでもらうためです。まあちょっと前、まあ、手紙をがあってさ、最後、もちろんまだ確定なわけではないけど、やっぱり多分自分でも落ちるかもって思ってるやろうし、だから楽しんでもらいたいなって。そっか、予想外だった。あ、そうごめん、なんか俺来てよかった。何がいいよ、来てよかった。本当に、いや、っていうか二人よりもなんかもっといた方がいいと思ってたから。お前好き。
楽しい雰囲気は任しとけ。いや僕も頑張るけど。えマジサスケ頑張る？サスケの楽しい雰囲気テンション見れるん？サスケの心の声が漏れ出てる気がして。もやもやする。ね。うん、あ来た。あれ。え。早くない？まゆちゃんもいるよ。あれれれれ。あれまゆちゃん。え。おはよう。おはよう。おはよう。なんで二人？まゆ姉さん。私今日仕事でちょっと途中で抜けちゃうから先にちょっと作業しに来た。ありがとう。ありがとうございます。そっか今日太陽ライン組がいるからこれでとりあえず全員なのか。そうだね。じゃあ着替えてきます。着替えてきてください。いってらっしゃい。使わないんだこれ。ん？オオカミ。あそれ仮。マユネはさ行かなくてよかったの？え、なんか先にサスケくんにその話されて、うんうんうん、なんかユナのこと太陽ライン誘いたいみたいな、うん、で、なんかいや誘っていいって前に言いに来たの、うんうん、あえそうだったんだ。そうだったんだ。せいちゃんに許可を取るために。そう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 。ちゃんとなんか筋通してた、うん、超いい人じゃん。24時間以内に投票された復活投票の総数が女子5人に投じられたオオカミちゃん投票の総数を上回った場合、脱落者は最終告白の前に復活することとします。ねえユナ大丈夫？まゆちょっといい？まあそっか、ユナ一番疑われてるのかな。まあそれはなるよね。いや正直ユナも心配。うんちょっと。いや、マユも心配。うん。ユナちゃん指名していい？ああそういうこと？うん。ちょっといいさっきのもあったし、うんうん、まあでも一番なんか不安がってそうではあるから、うん、そう楽しませてあげたい。前も癒してあげれればいいな、うん、そうだね。不安とかはないけど、うん、まあ誘っても前のこと忘れないでって約束して。かわいい。約束しましょう。本当？うん、もちろん。イエーイ、ありがとう。本当。もちろんよ。こんなんしなくても忘れないよ。本当？恥ずかしいな。そらそうよ。本当。でも前は普通に楽しんでほしいけど。本当？うん。まあ、そうだよね。確かに。それ知ってたらまゆちゃん行かないかも。どうなんだろう。まあ、はたから見てるとあざといなとは思うけどね。誰が？サスケ。え、どっちにもいい顔してるってこと？ちょっとね。うん、でもサスケが彼なのかなって最近思い始めたけど。でもさ、うん、今回の行動だってさ、もう私が彼ですよみたいなさ、分かりやすすぎるじゃん、ちょっと。うん、本当の彼はそういうことしないのかもね、あんまり。え、サスケがもし彼だったら彼って分かりやすすぎじゃないってこと？うん、そう。分かりやすくしてくれてありがとう。え、なんでそんなみんな彼がだと思うの、サスケ？いくら約束したからとは言ってさ。そうなの、私もそう思う。ユナを期待させちゃう行動なわけじゃん。うん、だから確かにね、実際優しさじゃなくねみたいな話。ユナはさ、だってサスケくんが誘ってくれたって、ユナはサスケに気があるんだから嬉しいじゃん。確かにね。そうだね。全然考えてなかったな、それ。確かに。難しいもん
題ですね、これは。確かに。はい、チーズ。もう最高。ドライブ彼女目線です彼女目線じゃあ、サスケくんのリアコの方に届けるねえ、ちょっと何ですかえかっこやろ、黒この車、クロスワンセダン言うねセダンっつったセダンっつったかお姉ちゃん、可愛いねお姉ちゃん、可愛いね何が誰彼氏うちの彼女可愛いねでしょう乗るこっち渡さんようちのら渡すつもりない白が早いね、車いつでも来たくなったら来や空いてるからすいませんここで、ここで、うん、あのいつもの顔、いつもの顔いい感じなんか今一番思っとることは何？何でもいいよ。楽しさ半分。不安さ半分。不安さ半分。夏の服のことを考えちゃう。無意識にね。あ。何ですか？6秒ルールって知ってる6秒ルール、うん、6秒見つめ合ったら恋のスイッチが入るんやってへえ、そうじゃあしないスイッチが入るんだってうん準備 OK？ え、しないしないしないあれしないよあれなんでしないのなんで恋のスイッチないないないうん私全く恋しない6秒見つめ合うだけで恋のスイッチできるすればいいじゃんしてキモいやもう本当にこういうの本当にこういうのムカつくマジでやめてやだよ楽しかったどうしたのそんな魔法になったサスケくんといやサスケこれ全部うん楽しかったよかったユナ脱落したらどうしようどうするのどうしよう何が正解なんやろ落ちんなよ落ちたくないよ落ちんよ大丈夫よ、うん、そうどうにかなるなんとかなる本当にマジ優しいよねレオってガチ優しいと思うなんのそのにやりでも、うん、ずっとね自分追う恋の方がいいのかなって思ってたの、うん、けどなんか最近なんか誰かさんのせいで変わってしまったかもしれないやっぱ弱いですよねそういうのってこっち見んなよ思いましたこっち見んなよ先見ろって言ったことに気持ち悪いよ本当にやだてかね君だよ君がずるいのぐさぐさ入ってくんだもんなんかゴン
ガーみたいな、なんか入ってくるじゃん。ねえ、やだ。何ですか？ん？何ですか？いや、抜けて。やだ。恥ずかしい。うん。俺もこういうのね、得意じゃないんよ。こうなの？せこない。なんかこれなの？やだやだやだ。そうや。やだ、ほんと、そういうのやだ。君を抱きしめたい。月夜でも。へー、あー、そう。でも、ユナの気持ちしか返さない。いいよ、全然。いいんだ、言ったからね。じゃあ、ユナ一回も好きって言わないとこ。いいんじゃない、せーの、え、あれ、6秒見つめ合ってる。結局言った側がこんな。せっかく作ったのに。どこまでも、ベイベー。誰？ん？なになに？おー！え？ユナヤ？